こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとこのメトロノーム、これですね、画面に出たと思うんですけど、これで3連符を、ピココピココって鳴らして、これがトトチ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 って聞こえるんですね。足が2つだけど、このテンポだったらもうこのままヒールダウンです。まあ、こんな風にめっちゃ難しい。下の段は難しいのと、あとですね、基本的にはこことここは超モダンな、要はコンテンポラリーな人が使います。歌的にこの真ん中のアクセントっていうのは2拍3連だったらあり得るんですけど、こういう歌っていうのはあんま出てこないですね。ドタドドタドっていうのは基本的に出てこないから、現代系の人たちはわざと使いたがるんですけど、この3連の2つ目って面白いじゃんみたいな、シンコペーションしてるような、なんか3連の真ん中のようなみたいな感じになる。シンコペーションっていうのはこうやつね、ツタっていう感じに近い音符なので、でもなんかなだらかにも聞こえるしみたいなで、よく使うんですけど、なのでこれをどんどんテンポアップしてって、まあ100感じで、まずは縦に合わせる練習をします。でスイングのフィールを、これをじゃあプレイザブルースでやってみると、ちょっとなんかこう3連が前に行き過ぎてる感じがするんですね。でやっぱりそのジャズっていうのはベースが突っ込む分、だからベースが突っ込んでる分っていうのがあるので、なんかプレイザブルースだと16分音符の4個目と 3連の3つ目と4個目のなんかちょっと中間ぐらいの感じで、ベースが突っ込むとちょっと16分音符に近いかなみたいな。でピーターソンみたいなシャークタークタークタークってものすごく前が伸びるタイプの人は、まあ、16分音符の4つ目が5連符のぐらいの間ぐらいかな、16分音符の4つ目ちょっと遅いかなって感じが、なんか浅いかなって感じがするような感じでちょっといろいろやってみたんですけど、でそうすると16分音符って、これメルルイスなんかもよく使うんですけど、この今度はタッタ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 で、そうするとチキッタタ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 タみたいなノリ、要はツタタドツタタドってやってると、これは右ひげ、これはだからツタタドでしょ。このまま16分音符きっちり割れるんだけど、このツタタドを1個にして、なんかこのなんか16分音符の2つの間の中間ぐらいを狙うと、なんかゆっくりの3連がで、ちゃんとバスドラがその4つ目に当たってる感じ。歌と歌と歌と、だから厳密に言うとタンタタタンタタタンタタだからみたいな感じになると、ちょうどこうスイングのフィールにはまるんですよ。なのでこうコルトレーンなんかも極端にタークタークって跳ねずに、こう大人にやるから3連ぐらいなんですけど、ベースが前突っ込んだ分だけちょっとこのなんていうか歪みが生じる、この歪みが大人っぽい感じ。だからテンポがゆっくりで、
ちょっとこうスイング後ろにちょっと溜める練習をする。これが3年で最初はまず合わせるんですよ。きっちり3年で合わせて練習して、これが自然できるなんて曲でやるとちょっとなんかうまくなじまない。これは何をするかと、じゃあ16ポンプで無理やりちょっと溜める練習をして、で最終的には歌なので、それができるようになってきて歌でこうパッてなじむとうまくいくんですけど、これはちょっとね、だからこれ僕はもういつもこれなんかそのサウンドチェックじゃないけどもウォーミングアップで、とにかくそのなんかの曲に対してこうこのプレイザーブルースとかをイヤホンで聴きながらこうツタとツタとで一しきりこれ1番から12番までやっちゃうんですけど、140ぐらいのテンポぐらいでとりあえずその動くかどうかっていう。そうすると僕ドラムセットいつもそのお店のを使うんで、バスドラの感覚とかハイハットの感覚とかそこら辺に馴染む時間が早くねなると思うんで、あバスドラのダブルの感じだから早いとやっぱりある程度か、言った具合にこうちょっと僕スライド使うんですけど、このスライドの感覚をそのドラムセットでこう掴む、でロックみたいに踏み込んでダブルじゃなくて浅めにこうスライドしなきゃいけないので、じゃないとちょっと音量が勝ちすぎちゃうんでね。なのでこのドラムセットに慣れるためにこれをいつも結構やってました。これも別に覚えちゃえば、これうまく僕が作ったんですけど、これダブルが絶対トリプルにならない、この順番でいくとタドドでタタドドでドドで絶対にトリプルが出てこないんで、そのまま、ずっと続けれるんですよ。なので1番から12までダーって一筆で踏んでしまうみたいな感じで練習よくしてました。メルマガの方はこれダウンロードできるようにしますんで、これぜひこの練習してみてください。で大人なフィールの仕組みはこういう風になってますよって感じね。この感覚ですね。これはちょっとかなり難しいんですけど、このフィールはこれで、ね、無理やりやって、これ全部が多分できる感じじゃないと思うんですけど、とりあえずスタドスタドスタタドスタタドの感覚でこうこの16のフィールにこう無理やりこう広げる練習をしておくと、だんだんその3年のフィール、あこの辺かなみたいなのが分かってくるんじゃないかなと思います。なのでエルヴィンとかものすごくこれが深いんで、こう深いっていうことは裏拍がどんどん後ろ16よりももっと後ろに来るみたいな、であんまり後ろに取っちゃうとこうなんかチャカチャカしちゃったりとかするんですけど、それをこううまくこうちょうどいいところにこうはめて、一番気持ちいいところをこう狙ってくるみたいなのが、これがまあそのバンド全体でこうできるとめちゃくちゃ面白いんですけど、仕組みはこうですね。でも最初は縦に全部合わせていいです。3年でピココピココって合わせて、しっかり縦に合わせて、レガートもぴったり合うようにして、でだん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 それが気持ちよくこうひしゃげていくように練習していくっていうのがまあ僕の考え方なんですけど、ぜひ練習してください。メルマガ登録していただくとこれダウンロードできますので、ぜひ練習してください。このテンポアドバンスの使い方もね、僕教材出してますんで、その辺ももしよければ、覗いてみてください。これやっぱりだからちょうどいいですね。5連符なんかもねスッとできるので、こうやってやるとこのテンポで、まあこれだとちょっとですけど、まあ本当にピーターソンは本当にこれぐらい、でやってますので、5連符で練習する方法も載せてますので、ぜひ見ていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。